四国平定後、秀吉は朝廷より豊臣姓を賜る。家康とも和睦し、天下人としての地位を確固たるものとした。そんな彼のもとに九州は豊後の大友家より援軍要請が入る。九州では薩摩の島津家が勢力を拡大し、九州統一に王手をかけていた。これに決死の抵抗を示していたのが大友家の猛将橘道節と高橋常雲である。やがて道節は病没、常雲も討ち取られると、それぞれの子が取って代わる。道節の娘橘銀千代、そして常雲の息子で橘の養子に入った宗重であった。滅亡の牙に立たされた若き当主の声に応え、秀吉は数十万の大軍勢を率いて出陣。九州の騒乱に幕を引くべく島津軍と対峙するのだった。第6話、九州征伐。敵はあの島津、一瞬でも気を緩めれば橘、ひいては豊臣の家をぶち壊される。ありえないな。島津は九州のほとんどを傘下に入れており、島津の次男義弘は知遊兼備の猛将だ。貴様の父常雲、先年岩屋城で島津に敗れ戦死したはず。ありえない話ではあるまい。事実、我らより先に九州入りした戦国秀久と貴様の主家大友義宗は別院川にて惨敗した。それにこの戦は事実上秀吉様の九州平定、大友は秀吉様に従属することになるのだぞ。だからなんだ。地の利、天の時、そのすべてを一陣の風が変える。面白そうな奴が来たな。俺は橘宗重。お前の戦い。貴様は良き強者のようだな。橘の名において命ずる。生き残れ。確保する。無事に適した場所を制圧せよ。急げ。直ちに制圧するのだ。急げ。
り合ったが100年目よ。この気迫で進む。ガモン内外水損はっドドドなら陣地に敵陣直ちに制圧するのだ。さあ相手になるぞ。これより参戦いたす。そこならいい陣地になるかな。お前に任せた。援軍用の陣地は大いに越したことはない。さて急がないとだな。そのあたりも陣地に良さそうだが、制圧していた。これより援軍の陣地を確保する。布陣に適した場所を制圧せよ。役目大義であった。ガモン打ち外水損はっ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 
花が軍事にて直ちに制圧するのだ。これより参戦いたす。そこならいい陣地になりそうだな。お前に任せたぞ。援軍用の陣地は大いに越したことはない。さて急がないとだな。その辺りも陣地に良さそうだが、制圧してみては。役目、大義。我が軍の布陣、整いましたぞ。仕掛けようにも数が足らぬな。弟たちよ、援軍を呼び込め。大門。大門。同じ数にして無様な戦はできん。圧勝してこそ秀吉様の力を天下に示せよう。それなら少なくとも吉宗様は必ず守ってもらえるってことかな。立花、よく耐えた。あとは俺たちに任せておくがいい。ドンドン。いや、他人任せにする気はない。利用はさせてもらう。おい、ドンドン。自分に不当に行くぞ。ドンドン。そんな宗茂に、ドン、私が援軍に礼を言おう。勝利の後に敵将撃ち取ったり。見事な武働きよ。敵将撃破。順次拠点を占拠し前線を押し上げよ。さあ相手になるぞ。大きな気でスロー。その調子だ。止まんなよ。おい、頭でっかち。次はどうすればいいんだ。バカ、少しは自分で考える。んだか、てめえが援軍仕切るっつうから顔立てて聞いてやってんだろうが。バカ、よそ見すんな。油断してると鬼始末に食われるぞ。急げ。気迫で進む。見事だ。お前ならもっといけるさ。クズメが
無駄なのだよ。島津は数の勝負で勝てるはずだが、悲鳴が轟いている。俺は嵐を巻き起こすとしよう。敵将撃ち取ったり。褒めてやろう、貴様にしては上出来だ。敵将撃破。どうぞ。敵将撃ち取ったり。どうぞ。今は引こう。その調子だ、止まんなよ。見事だ、お前ならもっといけるさ。島津を止めなければ橘どころか豊臣の家だってぶち壊されちまう。壊されはしない。地の利、天の時、その全てを一陣の風が変える。どう
は家の運命を変えたな。運命など人の意志で簡単に変えられる。怖いか、豊臣の家の命運すら簡単に変わりうることか。だとしても俺の目指す道は変わらん。どうすんだ、頭でっかち。てめえんとこ全然進んでねえじゃねえか。井通りの皆さんもてめえの鼻持ちならねえ態度にお腹立ちで仕事したくねえってか。ふん、奴らが仕事をせぬのならばするよう仕向ければよ。一番に掴んだ者にやる。簡単なことなのだよ。今回は機能したのだ。よしとすべきだろう。確かに利で釣ることには限界があるな。貴様の歯に衣着せぬ忠言、一応ありがたく受け取っておく。待て。お、金くれんだろ。俺が一番に掴み取ってやるぜ。
九州平定なした豊臣の勢いを前に、心中を拒んでいた伊達さえも膝を屈した。豊臣に敵する勢力は小田原北条のみとなる。ここに秀吉は小田原討伐を決意。傘下の諸大名を動員し、圧倒的物量をもって小田原を取り囲んだ。北条方の拠点の一つ忍城には、攻略の指揮を任された石田三成の姿があった。秀吉の信頼に応え、恩義に報いようと、三成は静かに闘志を燃やし、忍城を仰ぎ見る。対するは忍城城主、成田氏長の娘海姫。彼女もまた自分の大事なものを守ろうと、城を押し包む豊臣軍を見据えていた。第7話、忍城攻め。こたびの戦は北条だけを討つ戦ではない。圧倒的な物量を誇示し、挑発した農民は北条を慕い、士気が低い。彼らに作らせた堤防に問題が発生せぬか、そして物量で数で世を治められるのだろうか。誇示するための物量も、褒美として与える地も、日の本という限られた地ではいずれ限界が来る。お城を打ち、その地を奪えばその先はない。その時、どうすればよい。いつまでもあの者たちを。もっと大きな何かがいるな。何者にも勝り、全ての意志を一つにし得る大きな何か。答えがあるなら聞こう。義ではないでしょうか。人に身のある、人が人であるための正しき心、それを貫きたいと思う志のことです。理想論だかもしれぬ。だがその志を互いに信じ支え合えば、いかなる数にも屈しない大きな力となる。私たちは義のもとに集まった同志です。共に勝利の喜びを分かち合いましょう。義と愛と志の旗のもと、生きて世に正道を示すことを誓おう。
戦いに応えねばならない。水攻めの経過は上々、干渉を目指す。城攻め初めて見たわ。なんとかして警防を壊せないかしら。邪魔なものは全て排除せよ。城を完全に攻撃させるな。
奇襲して。承知。暴れているのは前田刑事か。彼こそ腹も身もある戦人だな。いいか、誰か貸せよ。頼む。このやつが光る天命を。撃ち取ったり。燃え尽きるまで私は戦い抜く。そう、ここで諦めるわけにはいかん。秀吉様の天下のため勝つのだ。エモン、生きてここから出すな。押し潰せ。どどせりまいよ。おお、気になく
役目、大義です。この気迫で進む。見事、我らも続かねば。開門。小僧、よくやってやがんな。俺が出張るまでもなかったか。援軍、感謝します。これも長くはいらんねえぜ。ほれ、さっさと終わらせんぞ。ないですね。自力なのはみんな同じですよ。ここの自力でもまとまれば力になる。で、いつなりとにはみんなをまとめる魅力がある。魅力？よせ、そのまま俺にあるはずがない。敵将、撃ち取ったり。この調子で潰していくのだ。もう少しだ、三成。皆の奉献に感謝する。共に勝利をつかもう。ドド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 ド。覚悟！
破されたか。敵将撃ち取ったり。まだまだ絶対負けない。諦めない。やめておけ。貴様らはもう十分に戦った。無駄に犠牲を増やしたいのか。太平だがな。だが礼を言おう。こたびの戦、貴様すまん、王兵であった。俺の生まれる前から名高き戦人に対して俺はどうやら口が悪いらしいのだ。物言いで敵を作ることが非常かたじけない。ではこれまで通り接する。お前は人間ができているのだ。左近などは断るごとに俺を未熟などと叱ってうるさいのだよ。まるでおねね様だ。とにもかくにもこの戦いで見えてきた。これから戦わねばならぬ戦いなら秀吉様の築いた世をいつまでも続けさせ、数による支配を終わらせるための戦いだ。厳しい戦いだ。無論一人では戦えぬ。その戦いに、その貴様も言いたいことはそれだけだ。さらばだ、歴戦の勇者。見事な戦ぶりでした。私もより精進せねば。一度手合わせをしていただけませんか。ならばいざ。危ない。
勘違いしてはならぬ。これは手合わせだ。なんと、あまりにも真に迫ってたもんで。いや、面目ない。狙った獲物は外さない。真田幸村の麗しの影とは私のこと。だが、敵味方の区別がつかぬとは。ごめんなさい。これも私の身を案じたがゆえ。おゆる。幸村様も謝る必要はありませんって。悪いのは私です。ごめんね。いや、忍びの過ちは私の過ち。申し訳なかった。もう硬すぎですよ、雪村様。それにしてもあなたはお強いですが、いつか必ず超えてみせます。またお手合わせを願いたい。怪我しない程度によろしくね。
ありがとうございました。